皆さんこんにちは、モーターサイクルジャーナリストの大谷雄一です。今日これから試乗するのはホンダのレブル 1100MT モデルです。レブルと言いますと2017年に 250cc、500cc モデルが登場しました。それのさらにステップアップバージョンとして2021年登場したのがレブル1100です。先に DCT モデルが出ました。でその後に追加されたのがこのマニュアルトランスミッション車6速なんですけれども、このモデルが登場しました。エンジンはアフリカツイン1100をベースにしています。このエンジンなんですけれども、ただアフリカツインのエンジンを積んだだけではなくて、もともと102馬力あったエンジンを87馬力まで、デチューンしていまして、それと合わせてクルーザーにふさわしいエンジン特性を作ってきた、そんなモデルになっております。はい、それではライディングポジションとエンジン音をチェックしたいと思います。はい、また上がってみます。シート高 700mm なんですけれども、ご覧の通り、私身長 175cm ですと、こんな感じで両足が楽に設置して膝も余裕で曲がります。はい、ステップ1、ミッドコントロールですね。多少この左右の幅が広めではあるんですけれども、全体的に 1100cc とは思えないぐらいにコンパクトにまとまっています。それではエンジンをスタートしたいと思います。イグニッションキーが、車体左側についています。レッドゾーンが8000回転からなんですけれども、今そこまで回してみました。なかなか鋭い吹き上がりでしたね。メカノイズよりもむしろそのサイレンサーから耳に届く音の方が澄んだ感じで届いてきました。はい、ホンダレブル1100今試乗してきました。率直な感想、私、このレブル1100非常に気に入りました。まずですね、クルーザーそれほど、私接点がなかったんですけれども、この1100、250とか500乗ってた方が乗って差し支えないと言いますか、その先にこういうすごく乗り味のいい1100があるっていうことを示したこのホンダはすごいと思いました。まずエンジンなんですけれども、アフリカツイン1100をベースにしているんですけれども、正直アフリカツイン1100のエンジンがですね、かなりそのアクセル開けたら開けた分だけという性能を追求したような乗り味だったんですけれども、このレブル1100のエンジンがですね、すごく下からツインらしさをですね、うまく演出しているんですよね。もちろんパワーもあるんですけれども、その演出の仕方が絶妙だと思いました。ライディングモードなんですけれども、スポーツ、スタンダード、レイン、あとユーザーとあるんですけれども、それぞれすごく住み分けができています。スポーツですとかなりスロットレスポンが鋭くなります。ただこれですとちょっと高速巡航はギクシャクしがちかなという感じでした。それ以外のスタンダード、レインに関してはとても扱いやすくてですね、特に80キロから100キロぐらいで流しているとき、ツインらしい駆動感を感じることができます。クルーザーといいますと、どうしてもやっぱり、空冷でなければとか V ツインでなければという方がいらっしゃいますし、実際私もそうなんですけれども、それをですね、このエンジンでその世界観をうまく作り込んできた、これが特にこのエンジン素晴らしいと思いました。続いてハンドリングなんですけれども、250、500もそうだったんですけれども、これほどこのフォークが寝ている得意なディメンションなんですけれども、そう感じさせないぐらいに乗りやすくて、しかもスピードが乗ってからの旋回力の高さ、本当に手足に扱えるんですよね。もちろん車重はあるんですけれども、動き出してしまえばそれを感じさせない、でさらに言えばライディングポジションがコンパクトなので、とてもその大きなバイクに乗ってると思えないぐらいに、手足のように扱える、実際にこれが当てはまるバイクでしたね。でさらに言えばこのバイクなんと110万円です。 1100cc のモデルは110万円で、かなり破格だと思うんですけれども、そういう意味で価格、乗り味、双方が整ったバイク、それが、ホンダのレブル1100と言えるでしょう。以上、インプレッションでした。ありがとうございました。